たびは PSV ビジョンをお買い上げいただきましてありがとうございました。 PSV ビジョンはマルチメディアパソコンとしての機能を備えた一体型パソコンとして皆様にご好評をいただいております。このチュートリアルでは付属のソフトをご説明します。ビジョンをお使いになる前にぜひご覧ください。ビジョンにはメニュープログラムがついています。このメニュープログラムからすべてのアプリケーションが起動できます。付属のソフトには音楽 CD を聴く、テレビを見る、フォト CD を見るなどマルチメディアの機能を使うためのもの、統合ソフトウェアとして MS ワークス、その他オンラインマニュアル、CD ロムタイトルなどがあります。メニュープログラムを解説します。このメニュープログラムは Windows の機能を簡単にお使いいただけるよう工夫したものです。どうぞご愛用ください。画面の右側に表示されているリモコンで音楽 CD を聴く、テレビを見る、フォト CD を見るなどの機能を呼び出すことができます。いわばマルチメディアリモコンです。リモコンのボタンを押すとそれぞれのソフトが起動します。またパワーのボタンを押すと Windows を終了できます。画面の左側には Windows に登録されているソフトが表示されています。このボタンを押すだけでそれぞれのソフトが起動します。ソフトを起動するとメニュープログラムは小さなリモコンになって表示されます。起動したソフトを終了するか、この小さなリモコンをクリックするとメニュープログラムが再び表示されます。画面の左側の部分は4つのグループに分かれています。それぞれのグループはタグをクリックして切り替えます。アプリケーションの中にはハードディスクから起動されるアプリケーションなどが表示されます。 CD-ROM の中には CD-ROM から起動されるソフトが表示されます。またビジョンのオンラインマニュアルが入っています。この中にあるソフトを起動するときはそのソフトが入っている CD-ROM が必ず必要になります。ユーティリティの中には Windows やこのメニューの設定に関するプログラムなどがあります。タスクリストの中には現在動いているアプリケーションが表示されます。以上、付属のソフトウェアを簡単に解説いたしました。 PSV ビジョンの世界をどうぞお楽しみください。ビジョンオンラインマニュアルへようこそ。オンラインマニュアルではビジョンの使い方について説明しています。チャプター1。